おはようございます。速稼塾の久保です。本日、夜ね21時から例のインドネシア株セミナーというものがねウェブで、行います。まあ Zoom というアプリを使ってご視聴いただくんですけども、昨日もですねこれの打ち合わせをしていて、やっぱりねインドネシア株ってすごいなと思うのと、あと株の前にですね株を買うためには銀行口座を作らなければならないんですけども、この銀行口座がすでにですねもう年利で 7% という金利がいただけるんで、この金利の 7% の増えた部分でまさに余剰資金で株を買ってはどうかなとか思ってしまうんですよね。振り返ってみるとですね、やっぱり1年前、2年前、3年前ぐらいですかね、2017年あたりから暗号通貨とか ICO みたいなブームがありましたよね。で振り返ってみると暗号通貨とか ICO を関わった方ほとんどの方がお金を なくしてるんですよね。このお金をなくしやすい暗号通貨というところに、これからいい話だよって言っても行くべきなのかどうかなと私は思うんですよね。もちろんね暗号通貨の中でも可能性があるものが結構あるんで、少額ちょっとね置いとく分にはいいかなと思うんですけども、やっぱりね一口で30万とか50万みたいなのが必要だったりとかね、暗号通貨で儲かるんだよみたいなのでねお金入れてしまうと儲かってるのかどうかわからないような状態で、まあ、その案件自体が飛んでしまうって結構あったんですよね。皆さんどうですかね、暗号通貨で儲かりましたって人いますかね、周りにいますかね。多分、ね、あんまりないと思うんですよね。まあ、税金も高いですし、せっかく儲かっても高い税金であんまり儲かってないみたいな状態になってしまうと、こういう暗号通貨とか本当に、ね、積極的にやっていいのかなとかね、ましてや人に勧めていいのかなとか思っちゃいますよね。私もずっとねそういうような感じがしてて、 ICO を進める価値がないなと、結局被害者しか生んでないなと思ったんで、まあ、これからもね暗号通貨の話があっても暗号通貨 ICO みたいなのはねほとんどお金を失ってる人しかいないという状況を見ると負ける可能性が高いんで、私はあんまりお勧めしないなというふうな気がしますよね。はい、それでねやっぱりこう株っていうのは値上がりしかしないんですよ。基本的に株がなんで値上がりしかしないかっていうと、株がね、要するに人口が増えるとその株ってもう売られるよりも買われる可能性が高いわけなんですよ。だから人口が増えてるところっていうのはもう完全に、ね、株って上がるんですよね。まあ、これはいろんな国とかいろんな銘柄見ても事実なんですよ。人口が減るところは株価が基本的に下がるわけなんですよね。日本っていうのは人口が減ってますけども、日本以外の国の方が日本株を買っているというね、こういうふうなちょっと変わった現象が起きてるんで、そうなんですよ、日本の平均株価って上がってるんですよね。まあでも今我々が買うとしたら日本株、これはですね一株単位が高い、ちょっと手に入らないんで、やっぱりね一株数十円とかこんな金額で買えるインドネシア株ってのはかなり可能性があるのと、あとロスをする可能性が低いですよね。やっぱりね数千円とか数万円でインドネシアの株をまあ結構な束で買っといてですね、じゃあもしこれがダメになっても、じゃあ数千円とか数万円の損害で済むというところと、値上がりするんだったらそれが数十倍とか見込めるみたいなね、そんなことを考えるとインドネシア株ワクワクしますよね。はい、今晩21時からインドネシア株セミナーというのがねありますんで、ご予約の方お忘れなく、それからね録画もご覧いただけますので、今晩どうしても見れないよって方でもその録画の方をねお申し込みいただければご覧いただけます。100名以上の方が同時に視聴されますので、たくさんの質問がね寄せられると思います。まあ、遅い時間になります。21時から始まると終わるのが23時前後だと思うんで、今日はね夜更かしを覚悟してご覧いただけますようよろしくお願いします。それでは本日もよろしくお願いします。